屋内型テニススクールを展開するノアインドアステージ。この不況下において店舗数を着実に伸ばしている企業です。その背景には誰かのために働くという独自の企業文化がありました。そんな会社の社員に密着しました。20万人の学生が選ぶ働きたい企業バックス。こちらはノアインドアステージ入社11年目の寺西博明さん。スクールの責任者として強いリーダーシップを発揮し社員をまとめてきましたが、そんな彼にも壁に直面した時期があったといいます。まあ、弊社の方が、アルバイトさんが、大人数いて、それで運営も成り立っている部分もあるんですけども、そこが社員とアルバイトの間に、溝が少しあったかなっていうふうに感じます。なんとかしないといけないなっていうところを逆にこう引いてしまったりとか、クレームがあったとしてもそこに全員がこう関わって、親身に、取り組んでなかったのかって、そういったこう責任をこう負うっていう部分が、ないようにちょっと最初は感じました。そんな状況を変えるために寺西さんは早速行動に移しました。ノアインドアステージにはノアイズムと呼ばれる働く上で大切にしなければならない行動指針があります。その考えを社員に浸透させようと考えたのです。ノアとしていい部分っていうのが、人との関わりであったりとか、そういう誰かのために行動するっていうことが、こっちに来て伝えることが少ないなっていうことも、少し感じたので、まず、週の会議体を、2回、しまして、その中で、会社の理念を浸透するっていうことと、ノアインドアステージのこう強みであるノアイズムというものを、入れていくっていうことを、やっていきました。それでもなお寺西さんの狙い通りにはなりませんでした。そんな時に助けになったのがかつての同僚の小坂孝子さん。寺西さんの状況を聞きつけ、関西配属ながら何度も国分寺に足を運びました。現状まず見ていただいて、であとは個別に、私もフロントのこと全てわからないのでフロントのスタッフの方と、面談したりとか、小坂さん自身も主婦さんなので、国分寺校の主婦さんと話をして、そういったこう共通のね、話ができる部分もあったので、そこでいろいろこう悩みを聞いていただいたりとか、話を聞いていただいたり、またモチベーション上げていただいたりとか、そういうことをしていただきました。寺西さん、信念がぶれない、信念を強く持っていてぶれないところです。やっぱり寺西さんの熱い思いがやっぱり私も理解していたつもりですし、私にできることなら寺西さんのためなら何とかしたい、国分寺のメンバーのためなら何とかしたいっていう気持ちも私もできたっていうか ありましたので、来ることができたと思います。寺西さんや小坂さんの思いはスタッフに伝わり、国分寺校は改善、次第に高い評価を受けるスクールにまで成長していきます。社長大西さんはノアイズムの本質をこのように語ります。常にみんなが意識するというか、それをもとに行動していけば必ずやノアの土台になって、そのあまり我々自身がですね、こうああだこうだこう細かく言わなくても、みんなが自主的に動くというか、みんなが働きやすい環境になっていくと、寺西さん自身がそれを腹に落としていたので、それをここで実践した成果でこの事業所が生まれ変わったということだと思います。今年からは新規スクールの責任者として働く寺西さん。そんな彼にはこんな夢があるといいます。自分みたいにこう会社ですごく成長させていただいて、思いだけはある人間だったんですけど、そういったこう自分はこの会社でこういうことをしていきたいとか、こういうふうな会社にしていきたいとか、こういうふうにお客さんに喜んでほしいと、思っている若い人材をもうどんどんこう育てて成長できるような、私自身そういったこう立場で深くメンバーと関わっていきたいと思います。